相坂です。お願いいたします。いや皆さんホルモン食べますかね。ホルモン焼肉屋さんにありますよね。ホルモンって美味しいんですけど、なんか得体の知れないところがありまして、ホルモンってどれぐらいの量食べたらお腹いっぱいになるかマジで想像できなくないですか？カルビとかハラミってなんとなく予想できるんですけど、ホルモンはマジで未知数、もうミステリアス。もうホルモンに歩み寄ってもホルモンは心を開いてくれないんですよ。全然ダメなんですよね。ホルモンみたいなやつがクラスメートにいた場合、絶対クラスの士気下がりますよね。もうなんか話しかけても無視されるし、もう顔色も全然変えてくれないしね。でそういうやつは大体2学期から急にいなくなるんですよね。あれ不思議ですよね。まあ、ちょっと話戻しますけれども、この間ホルモン屋さんにね、先輩に連れてってもらったんですよ。まあ、不安ガールさんなんですけど、ホルモン屋さんに連れてってもらいまして、でホルモン出てきたんですよ。一皿目食べ終わった時にお腹の満腹度で言ったら、10分の1ぐらいの段階なんですよね。で2皿目食べ終わったんですけど、まだ10分の1なので、3皿目食べてまだ10分の1、無限に食えちゃうよこれ。10分の1から1個も動かないんですよ。これもう不安さんの財布くすっからかになっちゃうよこれ。食べ続けてたらねと思ったんですけど、4皿目食べた時に10と10分の1だったのが8まで上がったんですよ。もっと段階刻まないこういうのって。1から8バーンって上がって、ホルモンって噛むじゃないですか、すごく。いつ飲み込めばいいか分かんないから、めちゃくちゃ噛むんですよ。噛むことによって満腹中枢が上がっていって、満腹感だけ得られてるんですよ。だから物量的にはめちゃくちゃ空腹、もう全然お腹減ってるんですよ。なんならね、お腹減ってる状態でもただもういいやっていう状態になっちゃってるんですよね。でその満腹感ね、空腹感を、物量的な空腹感を満たすためだけに冷麺があるんですよ。ああいう店には大体ための冷麺だったんですね。だから肉食べ終わった後に冷麺行こっかな、どうしようかなって迷う時間あるじゃないですか。他の焼肉のような話も、ホルモンに関してはあの時間無駄です。だって物量的には空腹なんだから大丈夫、 100% いけるから。どうもありがとうございました。